こんにちは、タコちゃんズのタコミです。本日は今が旬の魚サヨリの仕掛けについて自作方法を紹介していきたいと思います。サヨリはこちらにすごく簡単な絵も描きましたが、こんな感じの口が長い魚ですね。貴重な冬にも釣れる魚ということで、ちょうど1月2月3月頭くらいまで狙ってる方も多いんじゃないかなと思います。サヨリは表層から50センチくらいの浅い棚を回遊してくる回遊魚でして、主に浮き釣りやサビキ釣りなどで狙っていくターゲットになります。浅いところを回遊してくる魚なので、実際釣り場に着くと目視で回遊してくるのを見ることもできます。また回遊ルートは結構同じような場所を通ることが多いので、そのルートを見つけることができれば、こちらに書きましたように3桁釣果というのも夢じゃない魚になっています。そんなサヨリですが、ここに小さな当たりを見逃さないと書きましたが、捕食が下手な魚でして、すごく小さな当たりが出ます。ですので、その当たりを逃さないような繊細な仕掛けが重要になります。最後こちら20針が有効と書いたのですが、これについては基本の仕掛けをざっと説明した後に最後ご説明しようと思います。それではまずサヨリ仕掛けの基本についてご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは浮き仕掛けになります。また浮き仕掛けの中でも円筒ボールとカゴを使って少し投げて釣る仕掛けになります。回遊ルートが足元よりもちょっと遠い場合はコマセが届かないので、このようにサビキカゴを使ってある程度投げる必要があります。一方足元を回遊してくる場合は投げる必要がないので、カゴと重りの部分は省略してもらって構いません。それでは上からご紹介していきたいと思います。まず竿から出た仕掛けの一番上にスーパーボールプラスカゴもしくは投げカゴということで、ある程度遠投することを想定して重りとなるスーパーボールとカゴをつけたもの、もしくは重りとカゴが一体になった投げカゴといったものを一番上につけます。こんな感じですね。投げる時の重りになるスーパーボールとカゴを連結したもの、もしくはこのようにすでに重りとカゴが一体になっているものですね。このどちらかを使います。もし回遊が足元で起こっていて、なびきを足元に巻くだけで十分だという時はこのカゴは省略してもらって構いません。そしてカゴの下に当たり玉と留め絞りと書きました。先ほどこちらでご紹介したようにサヨリというのはすごく小さな当たりが出ます。ですので手元の感度だけで当たりを取るというよりは絞り玉を使って繊細な当たりを見えるようにした上でかけるということが重要になってきます。その時用いるのがこの当たり玉と留め絞りです。どちらもこの発泡浮き絞りですね。ちょっと図だと分かりづらいかもしれませんが、上につけるボールは誘導式1回通しただけ、そしてこの下の留め絞りというものは1回通した後にもう1回通して動かないようにした絞りになります。そうしますとサヨリが餌をつっついて引っ張ると動かなくなっている部分は海に引き込まれます。逆にこの誘導式の絞りは浮いたままになるので、くっついていた絞りが当たりがあると離れるんですね。これを目印にして当たりを取るというやり方になります。これが当たり玉と留め絞りです。そしてその下にハリス止めがきます。ハリス止めというのはこのようなものですね。ワンタッチでハリスを交換できるようになっている部品です。ハリス止めがない場合はサルカンでも大丈夫なんですけれども、こまめに棚を調整したり傷んだ針を交換したいっていう時はこのハリス止めが便利です。今回はこのハリス止めを使っていきます。そして最後ハリスですね。だいたいハリス止めから5、60センチくらい、これは当たりの棚とかお好みにもよるんですけれども、だいたい5、60センチくらいハリスが来て針が来ます。そしてこの針なんですけれども、仕掛けの全体図を紹介した時にご紹介しますといったこの20針が有効っていうところですね。基本的に浮き仕掛けですと1本針仕掛けになるんですけれども、サヨリというのは捕食が下手な魚で、1本針ですとちょっと針がかりが悪い時なんかがあるんですね。そういう時にすごく有効なのがトリックサビキによく使われている20針です。このように外側の大きい針と内側の小さい針がひとまとめになった20針ですね。捕食が下手な魚なんかはすごく有効な針の仕掛けになります。これがこの仕掛けのポイントですね。以上で仕掛けの全長のご紹介になります。仕掛けの全長については目安としてカゴからハリス止めまでが 4、50センチ、ハリス止めから針までが 5、60センチと書きましたが、その日の当たっている棚やあとは釣り場の状況なんかに合わせてこの辺は変えてください。留め絞りの位置で浮きからハリス止めまでの長さを調整して、ハリス止めから針までの部分は針を付け替えることでこの全長の長さは変えていきます。以上が基本の仕掛けになります。それでは仕掛けの自作についてご紹介していきます。まずはじめにスーパーボールプラスカゴもしくは投げカゴです。このようにカゴとスーパーボール、
もしくは投げかごですね。投げかごがある場合はこちらを使います。スーパーボールとかごを使う場合はスーパーボールに穴を開けて上に通してかご部分に接着剤かなんかで止めてしまってもいいかもしれないですね。こちらのかご部分についてはそれだけです。そして次、当たり玉と止めしもりの部分ですね。枝数の部分はフロロカーボンの1号から2号ぐらいで作ります。今回は 1.5 号というものを準備しました。そしてしもり玉です。こちらのしもり玉については必ず2色違う色を用意してください。これ同じ色だとかなり見づらくなってしまうので、なるべくパッと見で違う色だって分かる色、黄色と赤とか、そんな感じで分かりやすく違う2色を準備してください。そして仕掛け自体はすごく簡単で、こちらのカゴの下部分、こちらにまず糸を結びます。こちらはいつも結んでいる結び方で大丈夫です。まずこのようにカゴの下部分に糸を結びます。そうしましたら、だいたい50センチくらいのところで糸を切ります。今回は画面で見やすいように短く切ってしまいますが、本当に仕掛けを作るときは40センチから50センチ、もしくは自分の好きな長さで切り出してください。そしてこの糸に最初に当たり玉となる誘導式の方のしもりを通します。このように通します。次に止めしもりとなる方、こっちについてまず1回通します。そうしましたらもう一度二重になるように上から通します。はい、こんな感じですね。ちょっと分かりづらいでしょうか。そうするとこんな感じでしもりが固定されます。こっちはもう普通にただ1回通しただけなんでストンと落ちちゃうんですけど、二重で通すとこのようにしもりが止まります。こちらが止めしもりになります。そうしましたら止めしもりの下部分ですね、こちらをハリス止めに結びます。こちらもいつも結んでいる結び方で大丈夫です。これで完成です。浮きが来て、次にこの黄色い誘導しもりが来て、止めしもりが来て、ハリス止めが来るっていう感じです。これで上部分が完成です。今これ画面に映るようにだいぶ短く作ったんですけれども、実際は必要な長さ分糸を使って作ってください。そうしましたら最後ハリス部分ですね。こちらが以前私が自作した20針です。どうでしょう、結構よくできてるかなと思います。大きめの外側の針と小さめの内側の針ですねを2本まとめて外掛け結びで結んで、ソフトビーズで留めてる部分を補強しています。こちらについてはいつもやってる外掛け結びを2本まとめて結んで最後にビーズを通しているだけなので、そんなに詳しい説明はいらないかなと思います。針を結ぶのがめんどくさいよっていう方にはこんな感じで針と糸がセットになったハリス仕掛けというものも売ってますので、こちらを活用してもいいかなと思います。これを50センチから60センチくらいですね、こんな感じで結びコブを作ります。そして先ほど作ったハリス止めですね、コブの奥まで差し込んで細くなってる方に向かってグッと、こんな感じですね。こうすると抜けません。ちょっと今コブとだいぶ離れちゃったんですけれども、これで仕掛けの全長ができました。ちなみにサヨリ釣りにおいてはオキアミ、アミエビなどがメインの餌になります。こちらの針部分に刺し餌をつけて、カゴに巻き餌を入れて寄せてきます。足元で釣れている場合はこの投げカゴはなしで、直接バケツからひしゃくかなんかでポイッと餌を巻いて釣ります。サヨリ仕掛けの自作方法のご紹介は以上になります。本日の動画はここまでになります。この動画をいいなと思ってくださった方はいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではタコちゃんズでした。ありがとうございました。